もなんとかなってません？あれね、ここにいる小さなおじさんいるでしょ。小さなおじさん立ってみてください。あんま変わらないんだけど、このおじさん本当はね、高校生の時にリードをやってたの。でもすごくお上手な少し若い男の子がいるよって言ってずっとサイドをやってくださってたの。でもそのリーダーさんが今日いないので復活なんです。立って演奏できねえよとか言ってます。あとね、手がすごくちっちゃいの。それなのにテキ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 やるから、やっぱりさ、無理とかってないんだと思うんですよね。町田さんって言います。よろしくお願いします。復活です。そして、あ、メンバー紹介したらいいですか。そしてね、あんまりみんな知らない、そう、歌うこういう時だけのね、仲良しだから続いてるの。それでそれなんですけど、だからお話ししてないことをしていますね。私ね、この歌ね、21歳の時に、NHK の基礎英語初級のリードギターがね、中村さんって言います。どこかで、どこかでね、どこか病院かなでね、気にしてくれてると思うので、私たちも頑張ってこんなに聞いてくださって、こんなに拍手いただけたっていう報告ができることをありがたく思います。本当にありがとうございました。そしてその中村さんのに届けと、町田さん頑張ってベンチャーズダイヤモンドヘッド、お聴きください。2曲続けてどうぞ。今日は本当にありがとうございました。